はいどうもこみです。さて本日はですね、前回に続いて、私のですね、クラクラのその6年間の振り返りというところでお話をしていきたいと思います。まあ、前回同様ですね、この内容ってあの画面見てもらう必要ないんで、あの皆さんですね、あの端末をこう脇に置きながらファーミングついでとか、まあ、そんな感じで、あの時間にね、余裕がある時に聞いてもらったらいいかなというふうに思います。あの、少し長くはなるんですが、まあ、それなりに私もですね、いろいろ悩みながらやってきたので、その経験がまあ多少役に立つこともあるかなと、まいうふうに思ってですね、 ですね。まあ、こんなような、まあ、地上戦みたいな、ちょっと恥ずかしいんですけども、あの、発信していきたいなというふうに思ったところです。まあ、今日はですね、えー、合計10個、私がリーダーになってからやったことに関してお話をしていきたいと思います。まあ、10個っていうのは、まあ、切りがいいから10にしたんですけど、本当はですね、まあ、15、6ぐらいあるんですね。ただ、まあ、それを全部ダラ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 やっちゃうとすごい時間になっちゃいそうだったんで、まあ、10個に絞ったということと、 前回の話、私がまあリーダーになる前の話ですね。えー、ここに関してまだご覧になってない方のために少しようやくお話しすると、私ですね、まあ、1年間はですね、一人ぼっちでやってました。まあ、あんまり人と競い合ったりとか、まあ、そんな風なコミュニケーション取ったりとかめんどくさいなと思ったから、まあ、クラン入んなかったんですね。で、まあ、2014年に始めて、まあ、1年間ぐらいぼっちでやって、で、えっ、ー、と、まあ、その後ですね、まあ、クランでやっぱやって、 一回ぐらい入ってみようかなと思って入ってみたんですけども、その後ですね、いろいろなドラマが自分なりにはあって、えー、入ったクランが崩壊しちゃったり、でじゃあって次入ったクランからは蹴飛ばされちゃったり、あとはまあ失敗連続してですね、まあ誤っても全然無反応あの、次無理代わりどうするかみたいな感じの議論っていうのをもう完全にもう未足化す活状態ですよね、私。で、あの、なってたっていう時期もありました。 まあそんな中でもですね、まあ自分なりにそのどうやったら、まあヘボなりにですね、クランに貢献できるかっていろいろ考えて、まあブログを始めてみたりとか、あとはえっとまあクランの運営とかにですね、まあス的にこう、えー、サポートで入ったりとかまあしながらですね、えー、やっていって、えっ、ー、と、ちょうど今から3年ぐらい前ですね、 この関西クラクラクラブのリーダーになったというところです。まあ、そこまで前回お話ししましたので、えっと本日はそこからですね、リーダーになってやった10個のことをお話ししていきたいというふうに思います。ではまず早速一つ目なんですけども、やっぱりですね、最初に来るのはメンバー集めなんですね。えー、当時ですね、今から3年ぐらい前、2017年ぐらいですかね、メンバーって25名ぐらいしかいなかったんですね。で、サブアカウントも含めてなんで、まあ、実質まぁ16とかそれぐらいのメンバーです。15とかね。 で、このメンバー集めってどうやったかっていうと、あの、サブリーダーの中ででもですね、活発な方がやっぱいらっしゃったんで、その方に協力してもらいました。当時、グローバルチャットって言って、今、そのクランチャット とだけではなく、クラン外の方とも、そのまあランダムでチャットができるようなルームがあったんですね、部屋が。まあ、そこで、えっ、ー、と、クランに入ってない方っていうのを、えー、こう一緒にやりませんかって、こう勧誘するような活動ですね。えー、ってのを、えー、と、サプリザに協力してもらってやったりとか、あと私はまあ前回の動画っていうかね、その語りでもお話ししましたけども、えー、ブログやってましたんで、 ま、そのブログの中で、えー、結構ですね、見て、あの、意識の高い方が来てくれて、えー、運営助けてくれるとか、まあ、いうこともあったりしました。まあ、そういうことをやっぱですね、やっていく中で、えっ、ー、と、半年間ぐらいですね、かけて、サ、まあサブアカウントも含めて40人ぐらいの所体になってきました。やっぱですね、まあ、メンバー集めるっていうのは、ん最初はですね、あのー、多少、えっ、ー、と、ノンアクティブな方がいたとしても、人を増やすっていう活動はまず大事かなと思います。で、2番目。 がで、えっ、ー、と、まず、その筋肉質にする第一段階として目標って出てました。あの、どういう風なね、活動していきたいかっていう、このクランの目標ですね。で、それは、えっと、関西と名の付くクランの中で、クランレベル1になろうという目標にしました。 自分たちに達成できる範囲の目標にやっぱすることがこれ非常に大事ですね。あんまりですね、1年2年がかりになっちゃいそうな目標っていうのはもう疲れちゃうので、まあ、1年以内ぐらいに達成できるものっていうのがまあ適切かなと思います。で、えっ、ー、と、つまりこれどういうことかっていうとですね、この目標の、えー、普段のその行動に落とし込むと、大人数の対戦で勝ちまくりましょうってことなんですね。 グランポイントを貯めるのが一番効率がいいのは、えー、すごいもう50人対戦で勝ちまくること。これにつきますよね。なんでまあそれを目指したということですね。で、えっ、ー、とですね、やっぱりですね、そういう目標を作って対戦していくと勝ちにこだわるじゃないですか。するとね、負けると雰囲気が悪くなっちゃうんですね。まあでもこれ逆に裏返すと、あの、勝とうというモチベーションがあるから、まあ雰囲気が悪くなると。まあいうことでいいっちゃいいんですけど、でも一方で放置しちゃうとですね、 あの、絵に描いた持ちのその目標だというふうな、まあ、認識もされちゃいますし、負け込んじゃって、えっ、ー、と、弱いクランだなということで、抜けてっちゃう方も結構多いんですね。なんで、放置は絶対、えー、できないポイントでした。で、じゃあどうやってそれをやったか、えー、対策したかっていうと、当時ですね、やっぱね、攻め残す方多いんですね。あの、この頃っていうのは、あの攻めてくれるだけですごく助かるっていうあの状態でした、メンバーに対して。 なので、えー、攻め残した人っていうのは、一旦まずペナルティとして、次戦お休みですね。で、えっ、ー、と、それでも何回も攻め残しちゃう人っていうのをキックするということをしました。で、えっ、ー、と、まあ、当然ですけども、あの、当時ですね、あの、ファーミングをはかどらせるっていう目的で、結構クランにいる方多かったんですよ。なんで、えっ、ー、と、そこですね、最低限その目的でもいいんですけど、まあ、援軍も差し上げますけども、あの、対戦は攻めてくださいねって、ここだけは徹底しました。 で、えー、全員で攻めればですね、割と勝てるレベルだったんですね。まあ、当時の我々って。なんで、えっ、ー、と、まあ、そういう風になってくると、まあ、負け込むこともそんななくなって、まあ、クラの雰囲気もそこそこ維持できるようになるということですね。で、えー、ここに来るまでに大体リーダーになってから半年ぐらいかかりました。まあ、んな感じでですね、人数は詰めて、えー、筋肉質にしていくということですね。 で、えっと、運営体制の評価っていうのをですね、まあ、次はやったんですね。これ3つ目です。 で、えー、サブリーダー5名に絞って運営を任せました。これなんで5名かっていうとですね、あのー、まあ、よくその、マネジメントの方なんかでも載ってる話だと思うんですけども、一般的に、あの、一人の人間が、えっ、ー、と、マネジメントできるその人数って5人が限界って言われてるんですね。これ超こえちゃうと、個々の現状っていうのが把握できなくなっちゃうっていうふうに言われてるんですけども、まあ、それを参考に私は、えー、サブリーダー当時8名か9名ぐらいいたんですけども、えっ、ー、と、なんでサブリー,ダーになってたかっていうと、 長くいるからっていう理由ですね。あと、援軍の提供が多いからとか。あと、チャットが賑やかだから。うん。そういう人がサブリになったんですけど、あと、上手い人か。えっ、ー、と、技術の高い人ですね。なんですけども、これを5名に絞りました。で、どういうふうな、えっ、ー、と、基準だったかっていうと、えー、やっぱりですね、そのクーラーに対して何をしてくれるのかっていう点ですね。そこにすごい、えっ、ー、と、なんていうのかな。うんと、視点を寄せて、えー、お願いする方を選んだというところです。 やっぱね、えでふえでってあるんですね。あのー、そういう、グローバルチャットとかを使って、勧誘が得意な人、攻めが得意な人、あとは、えっと、仲間に対してこう指示を出すのが得意な人、チャットを逃げ出すのが得意な人、まあ、いろいろいるんですけども、まあ、そういう方っていうのを、やっぱりですね、えっ、ー、と、まんべんなくそのクランの運営に対して、え穴がないように、えっと、夫人として組んだというところですね。 で、私は何したかっていうと、えー、その米にですね、完全に運営任せるようにしました。だから、えー、例えば、えー、当時、まあ今でもそうなんですけども、クラン対戦のそのポチですね、マッチングとか、もうそういうのも全部、えっ、ー、と、サブリーダーに任しています。で、私も一切口出ししません。自分が、そのメンバーから外されようが、えー、人数調整で入れられようが、 もう、や、あのー、サブリーダーがやったことに従うし、逆にそれに対して不満を言う方がいた場合には、なるべくサブリーダーを私助けるようにしてます。あのー、どうしてもね、全員の意見を聞き取るのってやっぱりまず無理なので、えー、申し訳ないけども今回は、 こうしますよって言わざるを得ないことってあると思うんですよ。で、そういうふうなことの判断ができるサブリーダーだと私を思ってお願いしてる中なので、そこでサブリーダーのですね、えー、決定に対してちょっとこれはっていうふうな横やり入れちゃうと本人の立場もなくなっちゃうし、次から動きにくくなっちゃうんで、私はもうサブリーダーをあの自分が、えー、と信じて、えー、お願いした以上は、もう徹底的にそのサポートに回るようにしました。動きやすい環境を作った、作ってるってことですね。 はい。で、えっ、ー、と、もう一個ですね、ちょっとこれに関して補足すると、じゃあ自分がね、全部やったらいいんじゃないのできるんだからっていう人もいると思うんですけども、うん、これはですね、ちょっと私は無理でした。あの、例えば40人とか30人いるメンバーの一人一人にその気を配って声をかけるっていうね、この作業はちょっともう無理ですね。あの、私も家庭があって子供がいて、で、まあ、いい今では YouTube 当時はまあブログ書いてたりもしましたけども、 全部やろうと思うと時間足んないし、もう自分が潰れちゃうんですね。なんで、もう割り切るところは割り切って任せるっていうような形を作ったっていうことですね。ただですね、まあ、やっぱりうんと、こういうね、体制を作っていこうと思うと、えー、サブリーダーにはだいぶですね、あの、負担を強いることになるんですね。あの、自分たちがやっぱりそのマネジメントをしていくんだっていう、その思いが、 あの、思いとか、ま、役割があるので、なるべくそのメンバーが、今度はそのサブリーダーからすれば、長老以下のメンバーっていうのが、うんと、楽しめる環境を作るようにはどうしたらいいかってことを考えるじゃないですか。そうすると、例えば対戦で人数が足りませんとか、ちょっと多いですねってなった場合には、自分がサブアカウントを入れる、ないしは自分の本アカウントも対戦から抜かなきゃいけない。まあ、こういう決断をね、やっぱりしなきゃいけないことが出てくるんですね。そうすると、起こるのが、なんで自分がその割り、 を、の合わないことをやらされなきゃいけないんだっていうことが出てきちゃうわけですよ。あの、お願いした当時は、あの、なんていうのかな、え、喋りたいやりますよって言ってくれたんですね。ただ、ま、今思ってみると多分、その、立場が上になってみんなにこう指示が出せるっていう、そこだけに目がいっちゃって、え、自分たちがその下のね、老類化のメンバーを盛り上げていくんだっていうところに今度、えー、っと、視点が移った時に、え、自分を犠牲にするってことが多分できなかった、だと思います。 で、えっと、それがですね、やっぱり、まあ、火種としてあって、サブリーダーの方が抜けてっちゃうなんてこともありましたね。結構その時揉めました、だから。あの、他のメンバーはね、あの、いや、自分たちがマネジメントをね、えー、チームやってるんだから、それはしょうがないじゃないかと。自分たちを犠牲にしてでも、チーム盛り上げてこうぜっていうメンバーと、いや、なんでだから俺が割り合わないことする、しなきゃいけないんだよと。他のね、クランに行ったら、あの、対戦全部、あの、出したいアカウントを好きなだけだと出させてくれるし、えー、もっとみんなのね、 あの、自分に対してこう、いっぱいいっぱい承認をしてくれると。うんで、すごく気持ちいいんだと。ここにいると窮屈だって言って出てっちゃったってことですね。まあそういうのもありますね。まあ多分これはどんな組織でもあると思うんですけども、やっぱりこういう組織、組織化をすると必ず起こる問題としてこういうのはありました。我々もですね。はい。でまあ、そんなこともあってですね、この、ある程度、えー、組織を運営、組織運営が安定するまでは1年間ぐらいかかりましたね、やっぱり。はい。 で、えっ、ー、とまあ、その1年間の中でやったことなんですけども、うんと、刺激がやっぱね、欲しいなと思って、クラッシュネクストっていうミックス大会に参加しました。これ結構ね、大きな決断でした。私がリーダーになってから半年ぐらいでこれ参加したんですけども、えっ、ー、と、まあ、自己満足の脱却っていうのを、まあ、この時考えたんですね。要するに、この普段の通常のクラン対戦って、まあ、自分たちの内々の中で楽しむ活動になってくるわけじゃないですか。勝っても、もう負けても別に、えー、なんていうのかな、それが外に影響しないというか、 なので、えっ、ー、とですね、そうなってくると、だん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 、その、視野が狭くなってきちゃうんですね。そうなると、えー、刺激がなくなっても、だん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 、このクラクラがマンネリ化しちゃうと。で、それをちょっと打開するために、えー、こういうね、えー、外の大会に参加するようにしたんですけども、これですね、すんごい大変でした。あの、考えてる方がいたら、覚悟してからやった方がいいと思うんですけども、 あの、人が集まんないんですね。普段の対戦で参加してくれてるメンバーも、大会どうですかっていうと、結構ね、二の足踏んじゃう方多くて、あの、他のクランさんと一緒にこう、合同で出たり、まあ、それでも足んなくて、スケ人トを呼んだりとかいうこともしましたね。で、大会中に攻め残しもあったし、うん、あとはその、 結構ね、あの、野ラ対戦っていうか、まあ、その通常のクラン対戦と違うところは、お互いの連携っていうのをしっかり取っていかないと勝てないわけじゃないですか。例えば、そのミックスの大会だったので、えー、クラン、タウンホールのレベルが低い人から攻めましょうと。でもね、その中に一人いたんですね、あの、一番上のタウンホール隊ではないんですけども、最後に攻めたいっていう人が。なんでかっていうと、自分が最後攻めて勝利を決めて、みんながナイスアタックっていう、これが欲しいってことなんですね。 あの、で、それをですね、この大会でもやっちゃうんですね。で、やってしまうと、あの、当然他のメンバーからすれば早く攻めろよっていうプレッシャーになるじゃないですか。で、そのプレッシャーがみんなからかかりすぎて、途中で嫌になって、大会のその対戦中に抜けちゃったって人もいました。<laughs> もうね、やっぱりその環境がやっぱり急に変わるとこういうことが起こるんですね。なんでさっき、あの、覚悟してから出た方がいいですよって言ったんですけども、 あとはですね、もう一個、あの、ちょっと、えぇ、ー、辛かったのが、うんっと、スケットできてくれた方、個人的にスケットできてくれたんですけども、その、所属席のクラウのリーダーさんが怒っちゃったんですね。あの、スケットっていうところも多分誤解されて、引き抜きをしているというふうに思われたみたいで、で、えー、っと、結構ですね、やっぱりその、外の大会とか参加したことがない、 クランさんとかだとよくあり得ると思うんですけども、あの仲間を持ってかれちゃうことに対して、ものすごいこう敏感にな,になっちゃうんですね。で、えもう帰ってこないように、えー、我々が仕組んでるんじゃないかっていうことで、そう怒られたんですけども、あのちょっとですね、やっぱりそこは私が謝り行かなきゃなと思って謝り行きました。で、行って事情を説明したんですが、説明してる途中で、あの、二度と来ないでくださいっていうメッセージとともにキックされたとか、まあいうこともありましたね。結構あの、精神的にダメージ受けましたけど。はい。 ま、ただですね、あの、一方でそういう大会に一緒にこう参加できるように、えー、運営手伝ってくれたり、大会の中で勝てるようにね、あのー、なんていうかな、こう声を掛け合いながら一緒に頑張りましょうっていう風にやってくれるメンバーも当然いっぱいいて、まあ、そういう仲間たちとですね、あの、一つの目標に向かってやっていくっていう、まあ、それ自体は、あの、辛いこともありましたけども、もう最高に楽しかったですね。 あとはですね、さっきスケートの話をちょっとしましたけども、もう一個刺激のためにやったことっていうのは、そのクラン間の交流っていうのもなるべく増やしました。あの具体的にはですね、あの日本との,その通常のクラン戦で、まあ、偶然マッチングした場合には、必ず相手のクランさんに、あ,のありがとうございましたってこうご挨拶をしに行くようなことをしました。 では、まあ、そうしていくと、横のつながりができてくるんですよね。で、えっ、ー、と、じゃあ今度一緒に合同戦をね、しませんかとか、もう一回紅白戦やってみましょうよとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、そういうことが、まあ、生まれてくるからこそ、まあ、ステイスケットっていうことで、こう来てくれる人も出てくるし、えー、今までね、単調に、その、通常のクラン対戦をずっとこなす環境に比べると、圧倒的に、えー、刺激が出てきてですね、あの、まあ、その変化っていうのが、 チームの中に生まれてくるんですね。なんで、これは結構おすすめです。あの、クランを大きくしたい方っていうのは、ぜひやったらいい,いいことかなっていうふうに思います。まあ、結構、あの、外との交流っていうのは大変なこともありますけどね。まあ、今はツイッターなんかもあるんで、まあ、そういうふうな形でやるっていうのも、まあ、ま、一手ですが、なるべくならツイッターとかね、あの、やってないメンバーもいると思うんで、そのクランチャットの中でやるっていうのも、ま、一つ手かなと思いますね。 はい。でですね。まあ、一年間ぐらいでこんなことをやったっていうところなんですけども、えっ、ー、と、まあ、その半年後ぐらいでしょうかね。えー、だからリーダーになって一年半ぐらい経った頃、あの、2018年の11月ぐらいだったと思うんですけども、YouTube を私始めたんですね。これはま、当時ですね、やってたブログっていうのが、えー、実はま、半年ぐらいちょっと休止にしてたんですよ。それは、うんと、転勤と子供が生まれたこととかが一斉に重なって、ちょっとそれどころじゃなくなっちゃってですね。でまあ、ある程度落ち で、ついてきたんで、またブログやろうかなとも思ったんですけどもまあ、当時やっぱ youtube。ちょっと一回やってみるかということで、まあ、試しにやってみたっていうのがまあ今でも続いてるということなんですけどね。えっ、ー、とこれの目的っていうのはうーんそのやっぱりですね。クラメンのモチベーションアップですね。あの中にはですね。そのガチの人もいれば、やっつけで対戦攻めるっていう人もいれば、もう援軍だけ欲しいからっていうことでも対戦不参加のメンバーもいたんですけどもまあ、当時はですね。皆さんのそのモチベーションを底上げしようと思いました。で。 な、なのでですね、まあ、YouTube でこう発信することによって、まあクランのそのブランド歌詞っていうのも上がって、まあここにいることに対して、まあ多少、なんていうのかな、まあ皆さんが、まあ誇りに思ってもらえるような環境にならないかな、だったりとか、あとまあその各自のアタックですよね。えー、まあ失敗しても成功してもそれがこう、まあ私のそのコメント付きで発信されるっていうことは、まあメンバーからすればやっぱり自分の承認につながってくるので、で、 一人一人のメンバーに毎日毎日声をかけることができなくても、その動画の中で一人3分のアタックじゃないですか。長くても。それに対して自分のコメントをつけて発信するっていうことぐらいならできるかなと思って。ブログやるよりもむしろですね、時間が短くて皆、メンバーみんなに波及効果があるかなと思ったんで、私はこの YouTube っていうプラットフォームを選んだんですけども。 ま、やっぱりですね、あの、皆さん喜んでくれたのが良かったかなと思います。そっから結構、あのー、チームのまあ活性化が見えてきたような気もしますしね。で、まあ、別にこれっていうのは、えっ、ー、と、YouTube じゃなくてもいいと思います。別にブログでもいいし、なんなら、えー、その、い ある方がまあ攻めたら、その攻めに関して、あの、こういうとこが良かったですね、とか、そういう承認をしてあげるだけでも全然違うと思うんですね。まあ、私は YouTube っていう方法を選びましたけども、別にこれは YouTube である必要は全然ないです。あの前ね、えっ、ー、と、ポンタさんって有名なあのブロガーのポンタさんがおっしゃってましたけども、群馬天国衛星軍の、えっ、ー、と、お好みき大,大ちゃんさんか、大ちゃんさんかな、って方がですね、えっ、ーと,えー、と、今、くえっと、 群馬帝国遠征軍の、えっと、タンホール確か10か9ぐらいちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。でもそこをすごい盛り上げてると。で、どういう方法かっていうと、各メンバーにちゃんと声をかけるらしいんですね。あの、対戦で攻めた後に、ここは良かった。でもここをこうしたらもっと良くなるんじゃないかとかね、まあ。そういうことをちゃんとメンバーに言うことによって、あ、ちゃんとね、そのリーダーが自分見てくれてるんだっていう、そこですよね。じゃあもっと次は頑張ろうみたいな、そういうね、モチベーションを上げるのがすごく上手い方がいらっしゃる。なので別にこれ YouTube を、その、やることだけが、 えー、ゴールというか、まあ、手段、目的ではなくって、目的はあくまで、えっ、ー、と、そのメンバーのモチベーションを上けるということですね。なので、えっ、ー、と、まあ、私は YouTube を選んだ。ここは強調しておきたいところだというふうに思います。はい。で、まあ、そういうことをしていくとですね、ま、だいたい30人超えぐらいの対戦が普通にできるぐらいの、まあ、モチベーションを維持することができるようになってきました。まあ、それでもですね、えー、対戦に出れない方っていうのはちょっと外れてもらったりもしたんですけども、全く参加しない方っていうのはですね、 で、まあ、やっぱりオンリークランで上を目指そうっていうのは、まあ、きついので、やっぱり我々はミックスで勝負しようということでですね、あの、幅広いタウンホール対、まあ、一番最上位のタウンホールから3つぐらいですね、今で言えば、13、12、11、まあ、そんな感じのタウンホールのミックスクランで頑張ってました。で、まあ、そういう形でですね、まあ、私がリードになって1年半ぐらいで、目標だったら関西とのくつくクランで、まあ、1位を達成する。これはですね、達成を無事することができました。同率1位でしたけどね。 で、じゃあ、えー、次の目標は何にしようかと考えたときに、さっき言ったね、ミックスでやろうと。で、その最高峰を目指そうと。当時ですね、えー、っと、まだ多分次があるのかな。クラッシュネクストの大会で優勝を目指そうとか、あとはまあ、ウェルプレイドリーグですね。まあ、すっごいこれまたまあ、ハードルが高い目標なんですけども、まあ、そういうところでやっぱ本戦出場できるぐらいのクラーになっていこうじゃないかということで頑張ろうって目標にしましたね。はい。まあ、これが大体、えー、ここまでで大体1年半からまあ2年弱ぐらいかかったっていうところですね。 はい。で、まあ、こうなってくるとですね、結構、あのー、何て言うのかな、うーんと、クランのメンバーの中の、もうやる気だったりっていうのに、えー、明らかにこう差が出てくるんですね。だったり、やっぱメンバーが30人とか揃ってくると、得て増えてっていうのが生まれてくるわけなんですね。で、えー、おそらくですね、リーダーの皆さん結構悩んでるところが、 その言っても響かないメンバーにどう接したらいいのっていう多分ここすごい悩んでると思うんですね。で、私も悩みました。悩んだんですけども、私の出した結論は、えー、もうエネルギーを費やさないっていうことでした。あの、これはですね、あのー、全くエネルギーを,を使わないっていう意味ではなくて、使うんですよ。使うんですけど、自分に賛同してくれる人に使うんですね。それで多非常に重要です。 例えば、えっ、ー、と、内容にもよるんですよ、それって。えっ、ー、と、攻めのアドバイスをしても、えー、技術の向上意欲がない方っていうのは、みんな全然、もう、聞く耳も持たないわけですね。はいはい、いや次頑張りますって言って、次頑張んないんですよ。<laughs> これ、もう、多分、経験してる方山ほどいると思うんですけどね。だったり、えっ、ー、と、じゃあみんなでグロチャで勧誘活動とかツイッターやろうぜって言っても、うん、ちょっと検討しますって言って、やらない。 でそういうところにゴリ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 、なんでやんないんですかやりましょうやってくださいってやっても、多分やらないし、えー、やってもらったところで、えー、大した多分、あのー、成果も出ませんし、みんなが多分疲れちゃうと思うんですね。なんで、えっ、ー、と、内容によりきりなんですけども、えー、声をかけて、えー、賛同してくれる人に私はなるべくお願いするようにしました。でそういう人を前も言ったけどサブリーダーにしたってことなんですね。 はい。で、えっ、ー、と、やっぱりですね、あのー、262の法則っていうのが、まあ、一般的にその、チームのマネジメントでは言われていて、組織ですよね。あのー、上位の2名っていうのは、ものすごい、えっ、ー、とハイモ、ハイモチベーション。で、真ん中の6の層っていうのは、高くもないし、まあ、低くもないっていうモチベーションの層。で、えー、最後の2っていうのは、基本モチベーションが低い層。 になってきます。で、これっていうのはじゃあ、下の2を切った場合となるかっていうと、6、真ん中にいた6が今度、この一番下の2に落っこってきちゃってくるんですね。なんで、えっ、ー、と、必ずですね、えっ、ー、と、すべてのモチベーションを一番トップのギアまで上げようっていうのは、これは基本的には無理じゃないかなと思っていて、 ま、そういった意味でもですね、さっき言ったように、エネルギーを使わないんですよ。あの、響かない人には。使わないんですけども、その人をキックすれば済む問題かとい言ったら多分そうでもないんですね。そういう人がいてくれるからこそ、ある種、えー、真ん中の6だったり上位の2の層っていうのは、自分のセーフティーネットにそこのラインがなっているわけで、安心してプレイできるわけですね。そこを切っちゃうと、今度じゃあ自分が切られるんじゃないかっていう不安心理に駆られちゃって、えー、みんながですね、ギクシャクしだしちゃうんで、なるべくそこは切らないようにしました、私はですね。 ただし、エネルギーは使わない。っていうことですね。ちなみに、援軍の問題。これも結構ね、クラの中で議論になるポイントだと思うんですけども。まあちょっとですね、細かい理由はちょっとまた今度ツイッターとかでお話ししようかなと思ってるんです。 けど、えー、私も一応ルール作りました。えー、それは二つありまして、一つは、もらったコストの三分の一は返しましょう。あともう一つ、えー、自給持続します。要は自分で入れますっていう申請の仕方はやめましょう。この二個です。なんでこれにしたかっていうのは、えっ、ー、と、まあ、今言ったように、ここではちょっと割愛しますけども、まあ、これをやってからですね、結構、えっ、ー、と、援軍の問題はもう起こらなくなりましたね。えっ、ー、と、なんで、まあ、悩んでる方は参考にしてもらったらいいかなと思います。 はい。 でですね、えっと、ここまで7つお話ししてきました。8つ目、残り、えっ、ー、と、3つですね、えー、ラストスパートいきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、その当時、まあ、1年半ぐらい経ってちょっとしたぐらいだから、今から、今から、今から1年半ぐらい前か、ですね、クラン対戦リーグが実装されましたね。で、これね、めちゃくちゃ悩みました。なんでかって、やっぱりミックスクランでやると、えっ、ー、と、一番下のタウンホール隊とかっていうのは、もうほぼほぼ格上に対して、星2を取るのが精一杯みたいな,な戦いを強いられちゃうわけですよ。で、なかなか勝てないし、 負けまくっちゃうんですね。クラン、あクラン、チーム全体が。で、それをね、どういうふうにやるかっていうのがもう悩みだったんですけども、結論言うとですね、ここはもう、あの、クランポイントと、あとメダル稼ぎの場と割り切りました。 で、えっ、ー、と、もうですね、負けてもいいので、とりあえずみんなで出ましょう、エントリーしましょうっていう感じですね。まあ、当時15人までしか、その実際の戦闘には出れなかったんですけど、えー、サプリーダーが頑張ってくれて、出れない方をね、こうサブグラン作ってそっちに集めて、あの、通常の対戦を開いてくれたり、まあ、そんなことをやってましたね。で、まあ、最終的には30人で、まあ、えっと、マスターリーグまでかなうん。あの、30人でこの対戦リーグ、えー、出れるようになったので、今は30人で回してるんですけども、まあ、でもやっぱりその、 マッチングの不平動作で負けるってことは多いですね。負けが混んでます。まあ、ですけども、冒頭言ったように、ここはもう、ポイントとメダルの稼ぎの場だということで割り切ってます、今はですね。はい。で、ここの詰め、えー。2019年ですね。えこ、ー、この年から、急激にタウンホールが皆さんこう上に 上がってった時期があったと思います。これですね、やっぱりそのスーパーセルさんのタウンホールを上げてください圧力っていうのもね、私もすごい感じましたし、感じてる方は本当に多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、えー、事実ですね、えー、我々も、えっ、ー、と、今タウンホール13が一番上ですよね。で、12、11のミックスだったところが、11がもうほぼいなくなっちゃったんですよ。で、3人とかそれぐらいになっちゃったんですね。で、そうなってくると、もう通常の対戦やっても、 え、タウンホール11の方とかってもう楽しめなくなってきちゃうんですね。なんで、えっと、それはさすがにもうちょっとクラン全体として、えっと、その低タウンホールの方の居場所が逆になくなっちゃうんで、皆さんも12に上げてくださいっていうことで、私はですね、この、えっと、ゲームの流れに逆らうことをもうやめました。やめて、えみんなタウンホールをどんどん上げていきましょうっていう方向に私自身が誘導するようにしました。で、今はですね、タウンホール12から えー、参加、えー、してくださいねっていうプランになってます。で、まあそうなってくるとですね、やっぱり、えっ、ー、と、目指すべきものが変わってくるんですね。えっ、ー、と、今までミックスのその、うん、クラシネクストやウェルプレイドリング頑張りましょうってったところが、まあ、オンリー戦っていう世界がだんだん見えてくるんですよ。で、そうなってくると、えっ、ー、と、問題になってくるのが今度運営方針が、やっぱり今までと変わってくるんですね。あ、ちなみにちょっと戻ります話だ、話が。 あのさっきですね、あの、ゲームの流れに逆らわないっていう話をしましたけども、えもう一個その理由っていうのは、私がですね、あの時差のあるドイツに転勤になっちゃったっていうのもありました。今ドイツに私いるんですけども、このタイミングで。あの、そこに転勤になっちゃったので、みんなとコミュニケーションが取れなくなって、なおさら、えっ、ー、と、そういう難しい、なんていうのかな。 えっと、グループマネジメントがもうしきれないなと思ったんで、やっぱりそのゲームの流れに逆らうっていうのはそれなりの労力もかかりますから、それは一旦やめて、で、流れに沿ってやっていきましょうっていうふうにまあしたっていうのもありますね。ちなみにまあドイツに私が移ってきた時のまあ心境とかも実は動画になっていて、2019年の8月ぐらいかな。まあ10分か15分間ぐらいの動画になってますんで、まあよろしければそちらも合わせてご覧いただけたらなと思いますが、まあそんなところです。はい。 で、えっ、ー、と、ちょっと話を、えっ、ー、と、もう一回戻します。要は、えっ、ー、と、オンリークラン戦っていうのが、だんだん視野に入ってくるんですね。つまり何かっていうと、JWC っていう、まあ、日本のトップクランが集まっているオンリーリーグだったり、あとはこのクラン対戦リーグももうチャンピオンの2とか1になると、ほぼタウンホール13のカンスト制同士のぶつかり合いになってきますよね。で、そうなってくると、 ええとですね、今までのミックスで頑張りましょうっていう世界とは全然違ってきちゃうんですね。要するに、えっ、ー、とー、タンフォルがやっぱ高いところに行くに従って、上手い人がやっぱそこをモチベーション高い人、あのー、ゲームに対してのめり込んでる人が集まってくるわけなんで、必然的にプレイヤーのレベルが上がってくるんですよ。そうすると、そこで戦ってこうと思うと、もう、あの、妥協がほぼ許されなくなってくるんですね。で、そこで勝っていかないとやっぱりつまんないじゃないですか。で勝ってこうとするメンバーと、 まあでも今までと同じノリでゆるーくね、楽しくやりましょうよっていうメンバー。これがですね、クランの中に、あの、平存してしまって、派閥が生まれちゃったんですね。で、うんと、やっぱりそうすると、え、一緒にそういうメンバーが対戦をすると、例えば、あの、まあ、楽しくやっていきましょうよっていうメンバーは、え、まあそういう大会とかね、JWC とか、リーグの場でもヒーローいませんとかですね。そういう形で攻めちゃって、 いうことが、ま、多々あるわけですね。まあ、通常の、ま、クラン対戦だったらいいと思うんですよ、それでも全然。でも負けられないところでそれが出てしまうと、本当にもうそこで勝とうとしてる、その、モチベーションのメンバーからすれば、自分こんなに本気でやってんのになんでそこね、あのー、本気でやらないんだお前はっていうことで、ぶつかっちゃうんですね。で、ぶつかれば当然、あのー、どちらも反発し合うので、このクランの中に派閥ができちゃうんですよ。 これ非常に良くないので、えっと、最後の10個目。これは運営方針を再度明確に、も厳密にやりました。何かっていうと、えっと、我々はそもそもミックスで日本のトップを目指して頑張っていきましょうっていうことで、まあ,あ、そのね、もう弱っい頃から、まあ、多少、あの、頑張れるレベルまでこう来たじゃないですかと。だったらその流れで、やっぱり日本の最高峰を目指すと。それがタウンホール12、13っていうレベルになっただけでしょうと。そこをしっかりやっていこうってうことで、その負けちゃいけない戦いでは、 もう本当に真剣にみんなやりましょうってことにしました。で、えっ、ー、とですね、やっぱそこに対して、えー、そういうメッセージを発信すると、どうしても起こるのが、さっき言った、えっ、ー、と、まあ、楽しく、ま、ゆるくやっていきましょうっていうメンバーからすれば、これはもう反発でしかないんですね。要するに、自分たちの居場所っていうのをお前は奪うのかと、これまで一緒にやってきた仲間を切るのかっていう発想になっちゃうわけですね。 だけど、これはもう、私もですね、一応3年間リーダーやってきたんで、あの、この反発があることはもう認識してましたし、それに対して自分の腹もくくっていました。それを守ろうと思うと、絶対に無理があると思ったんですよ。あの、相反する、あの、考えの者同士が、同じ目標のクラブの中で並存できるはずがないんですよね。あの、例えば、甲子園に出ようと頑張っているチームがあるとするじゃないですか。そこで、えダベリが楽しいとか、 えー、まあ、とりあえず、なんかそこの、うん、モチベーション高いメンバーの中にいると、なんか、この、この、野球部ですごいなんか人気があるし、そこにいれば内心がこう良くなるよね、みたいなメンバーって、あの、本気で、えー、こうして目指そうとしてるメンバーからすると、どう思うかって、もう言わすもがなですよね。えー、いうことで、えー、そういうとあのー、本当目標に対してドリブなメンバーが、 もう嫌なってやめてっちゃったり、で、そういう風な志を持って入ってきてくれた人が、そういう、あの、なんていうのかな、えっ、ー、と、ちょっと、どんよてない方の姿を見て、ここは違うなって言って抜けていっちゃったりとか多分しちゃうんですねで。そうなってくると、本当にクランが前に進めなくなっちゃうので、もう申し訳ない。何を言われても、もうそれは、 わかりました。受け入れますので、どうしてもこの目標に賛同できないんであったら、あの、抜けていただいても結構ですと、もうきっぱり言いました。そこはですね。ただ、まあ、本心で言えば抜けてほしくないんですよ。みんなでその目標を達成するためにお互いに切磋琢磨し合いたい。で、そこを分かってくれる方もいれば、分からずに、あの、やっぱり自分のポジションはここなんだ。わからずに言ってるのは違いますね。自分のポジションはここ、自分のやりたいスタイルはこうなんだっていうことで、 えっと、抜けていった方もいらっしゃって、もうそこはやっぱ辛かったんですけども、まあいざ、いた仕方ない部分かなと思って、もう割り切ってやりました。ですね。まあ、そんな形でですね、えっ、ー、と、まあ、や、 で、来て、えっ、ー、と、今に至るというところになります。結構ね、長くなりましたね。前半後半合わして、まあ、1時間超えるような喋りになっちゃってですね。あの、最後まで聞いてくださった方いらっしゃったら、本当に、もうありがとうございますと、まずそこから申し上げたいところなんですけども。まあ、これからですね、あの、我々のそのチームっていうのがどうなっていくのかっていうのは、まあ、こういうね、えー、形で今、運営やってますけども、まあ、こんな感じかな。ちょっと見てもらいましょう。ここね。えっ、ー、と、まあ、12、13の今後クランで、 えっと、やってましたちょうど今、マイカさんとですね、クラウンド対やってるんですけどね。はい。 こんな形でやっています。まあ、これがですね、あの、これからさらに、えっ、ー、と、強くなっていくのか、それとも、えっ、ー、と、崩壊して飲まれていってしまうのかっていうのはですね、まあ、私のチャンネルでも、あの、いろんなこのクランの活動を配信していきたいと思ってますので、えー、もしご興味持ってもらえる方は今後もですね、動画ご視聴、チャンネル登録などお願いできたら嬉しいなと思いますし、まあ、ですね、まあ、一つの、その、何、うん、て言うのかな、 まあクランの生き死に行って、まあこのクラクラっていうゲームの中では、まあすごい、なんていうのかな、まあその小さいことなのかもしれませんけど、まあそこにいるね、メンバーっていうのはやっぱ自分のクランが自分の居場所だし、まあそれをみんなでね、あの、どのクランもそうだと思います。別にガチで勝つことだけが別にこのゲームの楽しみじゃないと思うんですよ。なんでまああくまでこれは私のクランの方針。 みんなで楽しみましょうっていう、それもそれで全然いいと思うんですね。まあ、そういう、まあ、おのおのが自分の楽しめる場所、えー、志を同じにできる場所っていうのをう探して、そこでですね、えー、頑張っていけるような環境を作っていくために、まあ、一つのヒントになったらですね、まあ、今回の話本当に、まあ、私自身嬉しいかなというふうに思っております。 ま、改めてですね、本当にこの長いお話に付き合っていただいてありがとうございました。えっ、ー、と、本日の話簡単にまとめると、えー、私がリーダーに会ってからやった10個のことですね、まずはメンバーを増やす、筋肉質にしていく、えー、運営体制を強化するサプリを5目に絞るって話ですね。で、刺激を求める、ここに関しては2つあって、大、え、会、ー、に参加する。で、えっ、ー、と、日本クラン間の交流を持つっていうことですね。 で、えっ、ー、と、6つ目、え、YouTube とか、まあ、そういう場を使って、仲間のモチベーションを上げていくということですね。まあ、YouTube はあくまで手段です。あの、モチベーションを上げるのが目的なんで、まあ、それは、えー、クランチャットでも、まあ、Twitter でも、何でもいいと思います。で、あと、えー、響かないメンバーには、必要以上にエネルギーは使わない。これも非常に重要なことかなと思ってます。8つ目、ね、もうクラン対戦リーグっていうのは、もう勝てないんだったら勝てないで、 えー、ポイントとメダル稼ぎの場と割り切って今はやっていこうと思います。まあ、これがタウンホール13に全員になったら本気で上目指すのもまあありかなと思うんですけども、まあ、今はマスターリーグ1でやってますね。これ以上上いっちゃうと、えっ、ー、と、30人できなくなっちゃうので、まあまあ上に行くのもそう簡単ではないんですけどね。タウンホールやっぱ12のメンバーからすれば13の感想勢と戦わなきゃいけないんで、まあ、非常に30人でやるときついんですけど、まあ、それでもまあこの割り切りですね。はい。で、あとゲームが進む方向性にはまあ、 えー、むやみに、私は逆らわないで、ゲームの中に沿ってやっていこうというふうに思っているということ。あとは、えー、クラウンの方針っていうのはしっかり、えー、明確にした上で、えー、どうしてもそれをですね、えっ、ー、と、そこに、え、対して、えー、と、受け入れられないメンバーがいる場合には、もうそれは私は、まあ、運営方針をちゃんと厳密に守って、えー、そういったメンバーの方にはちょっと、あのー、受け入れられないんだったら、出て行っていただいてもいいですよっていうことをすべきかなというふうに思っています。 はい。ということで、えっ、ー、と、この10個のことですね、えー、まあ3年間かけてやってまいりましたが、まあ皆さんの改めてですね、ご参考になれば嬉しいなという願いをちょっと持ちつつですね、本日のまあ動画というか、ラジオですね。 こちらを終わりたいというふうに思っております。まあ、よろしければ、えー、ぜひですね、今後も、まあ、あの、クランの活動、あとは、いろんな、うん、対戦の進め方のコツ、ああ、その他もろもろ、動画配信してまいりますので、えー、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いできればというふうに思っております。まあ、こんなクランですけどね、ぜひ一緒に、あの、やっていきたいって思っていただけるメンバーがいたら、あの、いつもメンバー募集してますので、あの、気軽にね、まずは遊びにからでも来てもらえたら嬉しいなというふうに思っております。 はい。ということで、本当にね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ